もまた都心の勤め先に向かう何百万人ものお父さん。通勤電車は膨れ上がる一方なのに、お父さんの財布は薄くなるばかり。通勤途中で取る朝ごはんだって贅沢はできません。駅のミルクスタンドは大流行り。朝7時から9時までの2時間で1日の3割近い売り上げだとか。そして一番人気があるのがアンパン。これは朝ごはんですか？そうです。お家では？うちでは食べる時間がないですね。寝てた方がいいですね。どうですか、このミルクスタンドで食べる朝ごはんは？いや、かっこみですね。今日何ですか、パンは？アンパンです。アンパン、はい。大体週に何回ぐらいこちらで食べられます？ほとんどです。毎日ですか？8秒ぐらいか。山手線の駅構内にある立ち食いそば屋の中で一番売り上げの高い上野駅。朝の2時間で500食。人気ナンバーワンは天ぷらそば。よく立ち食いそば屋さんは何て言うの？飽きませんか？好きですか？好きだったら毎日楽しみでしょう。まあじゃあ朝起きて今日何そばにしようかなとか、そんな感じですか？いや、心配で決まってますよ。まあ、いずれ結婚をされたら朝ごはんは変わると思います？これからうちで食べたい。うちでね。奥さん作ってもらうとしたらどんな朝ごはんがいいですか？ご飯、味噌汁、おしんこ、焼き魚。納豆、うどんは？うどんはいいな。やっぱり奥さんに作ってもらいたい朝ごはん。東京の朝ごはん。こちら泣く子も黙る田園調布。ここかな？あれ、ここがうちなのかな？すごいですね、これなんか。なんだこれは。おはようございます。高級住宅地田園調布の中でもピカイチの豪邸に暮らす一家の朝ごはんを拝見しに参上。人の声がしてきた。おはようございます。おはようございます。これ自動ドアですか？うん、ガレージ用っていうかね、検知してますから、兼ねてますから。すいません、まだパジャマです。すいません。こちらお家ですか？なんかほら、自宅とは思われないみたいですよね。どうもすいません、よろしいですか？失礼します。すごすぎる。本当にここに住んでらっしゃるんですか？みんなに住んでますよ、家族で。家族で？ちなみに家族何人ぐらいなんですか？4人ですよ。この子と、両子とこの子とこの下の子入れて4人で。たった4人で？ここ声がすごい響きますよね。石でできてますから、多分そのせいだと思うんですけどもね。何の石ですか？全部大理石で。全部。どうですか、このお家の住み心地っていうのは。最初嫌だったんですが、都ね、そこで問題ですよ。うわぁ、ちょっと私、心臓が悪くなるんですよ。今っていうんですか？今。こちらが食事をする場所。そうです。だから客間じゃないんですけどもね。こちらもごくごく普通にご家族の皆さんが生活してらっしゃる場所。そうです。で、こちらが見えるのは中庭ですか？そうですね、ええ、あと花壇も一応今雑草生えちゃってるんだけどね。いつもどちらでお食事されてるんですか？食事はこっちで、ここで。朝ごはんこれからですか？いや、家、僕は家では食べないんですよ、朝ごはんっていうの。この下が5ヶ月になるとこなんですよね、うん、ですから女房が夜授乳とか、要するにミルクあげてますんで、まあ、朝自分だけのためにね、なんか起こすのも悪いなっていうかね、かわいそうだなと思うんで、僕はいつも外で
朝食を取るようにしてるんです。あと2年は朝ごはんを我慢しなければと諦め気分の船坂さん。出勤は車ですか？いや、歩いて行きます。いや、僕は2通りありまして、はい、歩いて電車で乗っていくか、あとは 50cc バイクですか。え、今日はどちらで行かれるんですか？今日は電車で。電車で、はい、豪邸のある地方渋谷にある会社までは電車か 50cc バイクで通勤。会社近くのサンドイッチ屋に毎日必ず立ち寄る船坂さん。まあ、ビルの一角に隠れた随分小さなところだな。今日の僕の朝食はこれです。ツナとハムカツ。お値段はおいくらですか？2つで、ね、350円。同じ頃、お子さんのために朝食の支度をする奥さん。本当、大人はね、柔らかいうち食べるの美味しいんだけど、ええ、子供はね、あんまり柔らかいうち食べちゃうとね、喉にたまに引っかかってうーとかなるから、ええ、ちょっと冷めてね、冷えたら少しずつこう切ってやりながらね、揚げたりなんかするんですよ。なんかすごいですね、こんなの。朝から磯辺焼き大きい声で、ちゃんと。いいものは召し上がって。あんまりね、うん、私ね、なんていうの、 いわゆるみんながいいものっていうもの、うん、別に美味しいと思わないの。超豪華なお住まいの割に質素な朝ごはん。奥様は買い物がてら外で遅い朝食をとるんだそうですが、夜は必ず家族揃って同じ夕食を食べる。それが家族の絆といいます。田園調布で見た朝ごはんの一コマでした。夜を徹して大狂乱を繰り広げるオカマクラブ。店が跳ね、朝ごはんを食べるのは午前4時過ぎ。後ろついてきますね。あら、まあ、こんな感じですか。あら、私たちの食べてるとこ見ちゃうのね。あら、あら、食べるのは男だけど重要です。彼らというか彼女らというか、とにかく連中が決まって朝食をとるところが歌舞伎町。徹夜明けとは思えない熱気ムンムン。テレビご覧の皆様、音っていうのはこういうので拾ってるんですよ。すごいでしょ。で、朝からなんと焼肉。驚いたね、まったく。おかまは焼肉大好き。この食欲がエネルギーの源。でもこの9人のうち1日3食食べる人はいなく、大半が2食、1日1食という人が3人もいます。結構しつこいわね。おかまの朝ごはん、1人ざっと1万円という贅沢三昧。朝ごはんの思い出って何かありますか？作ってあるんですよ。でもどっちもいないの、うん、親父も苦労も。朝からもういないの？いないの、うんうん、で、自分でパン焼いて、うん、私朝食べなかったの、うん、親がもう飛び回ってたんで。一緒にはあんまり全然食べないんですよ。朝ごはんに対する置いといて、これを食べなさいみたいな感じで手紙が書いてあって。朝ごはんに非常になんかこう恵まれてなかったっていう気がしますね。そうですね。朝ごはんに恵まれなかったということは、朝ごはんに恵まれてないやつはお釜になる可能性があると。夜も一緒。お母様、気をつけてくださいよ。やがて午前6時、同じく歌舞伎町のサウナでは終電車に乗り遅れたサラリーマンが仮寝の枕を並べて未だ冷めず。おはようございます、お客様の朝ごはんは？そうめんですね。朝食めったに取らないですね。何年ぐらいそういうついてます朝ごはんは？もう君があるんですか？もう25年ぐらいそういう生活。25年、朝ごはんの思い出って言って何かあります？朝ごはんの思い出ですか？その25年前の、あれですね、昭和30年代のおふくろの味ですよ。おふくろがね、朝早く、もう本当にあれですよね、3時頃から起きて準備するんですけどね、そういうごく当たり前のね、生活を僕またいつかね、自分たちの子供たちにと一緒にそういうご飯を食べたいんですけど、なかなかできないですね。
叶わぬことと知りながら、子供の頃のおふくろの味が懐かしい夢幻の朝ごはん。いや、やっぱりうちでね、しっかり朝ごはん食べてくる人って案外少ないかもしれないね。森本さん朝ごはん、いや僕もね、朝早いラジオ番組やってるでしょ、毎日。だからね、朝ごはん家族と一緒になんてほとんど食べられませんよ。しいな。あなたは？私も人のこと言えませんよね。まあ最近はほら、朝ごはんを食べさせるあの朝食産業ってのすごく盛んじゃない。ファーストフードだってモーニングセットってありますもんね。だからね、あの朝しっかりご飯美味しく食べられるのは健康のバロメーターなんて言うけれど、ね、もうカーッとかっこむから、もうね、味も素っ気もないというのが現実だと思うんですよ、ね。あと起き抜け食べられなかったね。あ、そうもあるな。まあ今日はこの朝ごはん事情を見ていくとですね、その人の暮らしぶり、家庭などがね、見えてくると思うんですが、意外な人間ドラマも展開いたします。都心のビルの谷間にひっそりとした下田屋風の佇まい、朝早くから漂う炊きたてのご飯の匂い、32年続くおにぎりの仕出し屋です。焦げないでちゃん炊けるんですね。いや、焦がしてますよ。焦がしてるんですか？わざわざ焦がしてます。焦げるところまで炊き上げていきませんとね、やっぱりそれなりの味の出るご飯が炊き上がらない。ご飯を炊く人、握る人、海苔を巻く人とそれぞれ分業。でもまあ美味しそうにこれ炊ける感じの、はじめちょろちょろ中パッパってやつですか？いまだに釜で炊くご飯、その底についたおこげが熱いうち醤油を垂らしておにぎりに。奥さん、これはおこげにお醤油入れて、はい、まあ、一段といい香りですね。はい、っていうのはお釜のあったかいうちに。ああ、お醤油を入れてますから。はあ、これが朝食。あ、朝食、おこげのおかかおにぎりですね。おこげのおにぎりは売り物のおにぎりよりもずっと美味しいと言います。でも冷めたらまずくなるため商売用にはならないそうです。いただきます。商売の余り物で作ったおにぎり、でも毎日食べても飽きない、何より美味しい朝ごはん。おこげってやっぱ美味しいですか？美味しいですよ。うん、梅干し、昆布、牛肉など5種類で730円で、そのおにぎり弁当を毎週2回取るところがこちら。朝7時半、おにぎりを食べながらの朝食会議。だがこの会議が日本を揺り動かす事態の幕開きになるとは、取材の時にはよもや思いませんでした。このお弁当がお一つおいくらか、先生ご存知ですか？聞いたこと忘れちゃった。おいくらぐらいだと思いになります？普通入ってるのね。300円。300円じゃ作れませんよ。そうか、政治家の先生、おにぎりの値段もご存じないですよね。政治改革を旗印に結集した改革フォーラム21、自民党旗派の朝食会であります。そして6月18日、衆議院を解散する。その4日後、旗派44名は自民党を離党、新政党を結成、政界再編を目指し総選挙に挑んだのであります。2週間の選挙戦、その最終日、新政党から立候補した辺見秀之さんの事務所では、朝からお台所すごく活気がありますね。あ、これは何？カレー、昨日の残り、夕飯のカレー。昨夜の残りのカレーと味噌汁、ハム、サラダといった朝食メニュー。これまあ大きなお釜。これ何升？5升。だいたい1食分においくらぐらいかかるかとかいうお値段は。お値段は計算してない。してない。ほら、どんぶり勘定。今日は気合い入れなきゃ。朝から食欲終わりですね。選挙期間中ずっと毎日こちらでした。じゃあ今日ね、初めて事務所で朝飯は。今日ご自宅だったんですか？いや違う。車の中で。お粗末様。何を？毎朝おにぎり3個ね。でも3個
も行ってました。はい、あ、僕ちゃんも息子さんも本当、あ、そう、家で女房がさ、女房が飯作れないんですよ、朝ごはん、朝ごはん作れないから学校行く前ここに寄ってここでご飯食べてんじゃない。後ろにいらっしゃるお母さん、毎日朝ここ来てたからここで朝ごはんだったの。では他の党の選挙事務所の朝食風景を覗いてみましょう。東京5区社会党の高沢虎雄さんの事務所はかぼちゃの煮物に納豆といった朝ごはん、惜しくも落選。ブームに沸いた日本新党東京6区広田信子さんの事務所はサンドイッチとコーヒー、他では当たり前の炊き出しもここでは見られません。結果は落選。始まってからずっとこの朝は、あの朝はパンがほとんどですね。飽きないです。飽きた。同じく6区自民党柿沢浩二さんの事務所は後援会の婦人部が交代で朝食の支度、おにぎりに納豆、卵、煮豆などのメニュー、この朝ごはんが選挙にどう響くか。朝ごはんってのはけじめですよ、一日の。見事トップ当選。さて新生党の辺見さん、必勝を期して朝ごはんを腹に入れ、最後のお願いでありますが、結果やいかに。迎えた7月18日の投票日の夜、ちょっと厳しい感じがしますね。厳しいですか、どうでしょうか。なんかね、接戦ですね。公示4日前に新生党公認が決まり、出馬した辺見さんの事務所に漂う重い空気。皆さんね、待っていろいろ準備していらっしゃいますので、その敗れる姿なんか取る必要ないんだからね、それ武士の情けだよ。区議会議員を棒に振って立候補した辺見さんですが、前線むなしく2600票の差で辞典。互いに慰め合う運動員、あの公認決まったのが29日ですから、だから準備期間が4日間だけど、まあ、今回はねしょうがないかな。明日朝ごはんは今度は久しぶりにお家で奥さんがお作りになります ね。どんなものなさいます。いやもういつもと同じ目玉焼きでね。目玉焼き、その朝ごはんからまた新しいスタートになりますね。意外なところで思いもよらない朝ごはんの光景があります。千葉県船橋競馬場に隣接した騎手たちの宿舎。あの2時過ぎですけど寝起きですね。はい、あ、毎日この時間に起きられる。普段はもっと早いんですけど。え、これからはどちらへ。もう向こう調教、調教場へ。はい、あ、2時から起きてすぐ。はい、朝ごはんは食べないんですか。食べない。食べない。どうして。やっぱり体重が重いから。やっぱり夜、普段は朝と 夜食べるんですけど、風邪中は夜一食だけで。深夜2時に起床、直ちに馬の調教。騎手生活23年、朝食を取らない日々が続く多部和弘さん40歳。地方競馬界の名ジョッキーとして知られ、去年1月1500勝を達成。午前2時過ぎに始まった調教は7時まで続きます。加部騎手が手綱を握っているその頃、馬場からほど近い自宅では。これもう焼きたてのパンなんですか。焼きたてって、昨夜寝る前にね、いつもね焼くんですよ。朝のようにちょっと昨夜眠くなっちゃってね、かっこさせちゃって揚げすぎたのが切れちゃったのがあるんですけどね。すごい美味しい。これ美味しそう。昨日の残りなんですよ、これは。あ、ロールキャベツ、ハンバーグ。ハンバーグなんです。どうしてもね、少しにしようと思うのに、ついついいっぱいになるんですよ。これどうしましょうね。何をしてもいっぱいになるんですよ。おはようございます。お姉ちゃん一番上の。はい。そうです。おはようございます。旅ゆきです。ゆきです。ゆきくん、お名前とお年を。旅ゆかりです。中学1年生。真由美で17です。お名前とお年なんていうの。旅ゆうこ。ゆうこちゃん。ゆきこで15歳です。何人兄弟。8人。8人兄弟。
ゆきくんの男の子一番で一番下末っ子の、あ、高井戸君。高井戸君、あら、にぎやかね。子供たちの朝は毎日神棚にご飯と水を備えることから始まります。さすが勝負師の子供たち。まだ6時40分だけど、もう行かないとダメ。気をつけて、いってらっしゃい。来てもらって。今日のレースの必勝を祈願。今日もね、ここでどうぞ今日もいいレースができますように。全員が顔を揃えればおばあちゃんを含めて一家11人でも、お父さんが食卓に顔を見せるのは週に1日だけ。お父さんがいない朝ごはんっていうのは、ジュエのお姉ちゃんどう？なんか一生懸命働いてくれるのに自分たちばっかり食べちゃって悪いなって思います。あ、そう。子供たちが朝食を済ませ学校に向かった頃、調教を終えたお父さんは宿舎で。もっと大事にゆっくり味わって食べない？もっとゆっくり食べる。うん、大丈夫だ。情けないね。これが 朝ごはんですよ。昨日の晩ご飯は何時だったんですか？ね、6時頃です。夕方6時から12時間、14時間どんな味ですか？美味しいです。もっとゆっくり食べなくていいんですか？大丈夫です。大変ですね、このウエイトのコントロールは。大変って言えば大変かわからないけど、今自分がね、そういう感じになってるから。8人の子供を抱え、まだまだ現役で頑張らなければならない食べ騎士。2000勝を目指し、今日もゴールに向かってまっしぐ。夕方5時、決まって奥さんと子供たちが食べ騎士の宿舎にやってきます。今日の晩ご飯を届けに来たのです。もう驚いたんですが、こんなにいつもなんか仕出し屋さんみたいな素晴らしいの。あ、でも影の力大きいですね。そうですね、大ですね。ねえ、このぐらいの時間しかないんですね、いつも。たとえ家族といえども騎手の宿舎に立ち入ることは禁じられています。夕ご飯を渡したらすぐに帰らなければなりません。午後6時、夕食。奥さんが一番こう気を使っている点って何でしょうね。素材、ね、あの添加物とかそういうもの、あの入ってないものを使ってますね。野菜だとか、はい、そういうものに。自然食品、ああ、無農薬とか、はい、これ全部一気にお腹入っちゃうんですか？1日1回ですもんね、はい、こんな楽しみな瞬間はないんでしょうね。そうですね、もうなんとも言えないですよ。海外中だったらあれですよね、あの晩飯が一番落ち着く時ですね、うん、あとはもう気使ったりもしてレースに疲れるからいい。ここが一番憩いの場ですよ、最後の晩飯が。お父さんがジョッキー仲間と晩ご飯を取っているから、今日もまた変わることなく一家10人の笑顔が囲む夕餉のひとときが始まります。そして一方に、今日もまた変わることなくたった一人で朝ごはんを迎える老人がいます。品物を入れてあるんですか？そうそう。前の日に買われるんですか？そうそう、毎日。そちらは何なんですか？これはあの
まあ味噌汁っちゅうのかね。お一人暮らしはどのくらい？その住めば30年だね。これをね、これをあのこのまま温めて食べないとね。電子レンジですか？そうそう。温めるっていうのかな、こう冷蔵庫入っていかなくて冷たいからね。じゃあ他に調味料とか何か入れないんですか？入れないです。他に違う朝ごはん食べたいなと思うことないですか？めったにないね。こうしてこれをかけて食べるの。それは何ですか？これあのうどんのつゆだね。うどんのつゆ。このうどんのつゆをこれをこうかけてね。おっさん、一人暮らしにしては椅子があと3つありますけど。え？椅子が3つありますね。うん。やっぱりご家族かなんか訪ねてる。あの孫と娘夫婦が訪ねてきます。月に何回ぐらい訪ねてこられるんですか？年に2回だね。盆と盆とあの正月ね。暑い時にはこれ食べないと歩く時参っちゃうからね。奥さんが入院して以来、語る相手もなく、同じ朝ごはんを食べ続けてきた長い歳月、30年という年月。ご一緒に住まれたいと思うでしょう？いや、もう慣れてますから。うん。一人のがのんきだね。うん。そうそう。誰もが必ず老いていく。だがそのことは老いてみなければわからない。おさん、あちらにあるあれは何ですか？あれはね、あの母のあの似顔絵を私が描いたの。いや、写真がね、あの戦争で焼かれちゃった写真で、写真がないから私がだいたい思い浮かべて母の似顔絵描いて、そしてまあ花をあげてんだけど。8時半、今日もまた変わることなく決まった時刻に家を出る。決まったコースの散歩に出かける。都会という雑踏と光の中、一人暮らしの影を消すために大津さんは大きな足取りで今日も歩きます。今や朝ごはんが一大産業となった東京。こちら月島にある弁当屋の仕事始めは早朝4時。ご飯だけを専門に作っているセンターから仕入れる量は1日1トン。弁当の総数4000食、そのうち朝食弁当は100食分。お得意先は警察消防署、それに築地の市場関係。朝食の仕出し弁当を取っている築地場外にある魚の卸専門店。5時から仕事を始め、朝ごはんが食べられるのは8時半。金目鯛ですよね。そうです。でもまだ小さい方ですからね。はい。この金目鯛売り物ではなく従業員の朝食用。朝からまあ随分と豪華な味噌汁ですね。あと刺身はこれあるし。刺身これ朝召し上がるんですか？金目鯛を入れた味噌汁、だしは一切使わず魚の旨味だけで作ります。おお築地ならではの味噌汁。仕出し弁当のご飯の器を空にして、うん、え
これ今蓋の部分にご飯を入れて、そう、ええ、これでお味噌汁、それどうするんですか、お味噌汁だよ、え、それにお味噌汁入れるんだ、あなるほど、いやそれ、うん、なんでいいですね、美味しそう、ちょっとお茶飲んあ、なるほど、これがお椀代わりになっちゃうんだ、お弁当が、へえ、そこになんか開けてますけど、そこにうまく容器を使ってらっしゃるんだ、いろいろ、築地じゃ立って食べるのが当たり前、長年のしきたりなのであります、でも立って食べるのってちょっとせわしなくないですか、通りがいいんじゃないですか、通りがいい、さっと落ちてね、じゃあ便秘にならなくていいや、そうですよでもどうですか、こういう朝ごはんのスタイルっていうのは、まあこれほら最初もう入った当時からこういうスタイルだから、別に全然苦にもなんないし、まあ座って食べようとも思わないしね、さて次は東京周辺で最も豪華な朝ごはんを出す超高級旅館、どんな料理が出ますかな、東京周辺で随一の朝ごはんを出すといわれる伊豆修善寺の高級旅館、朝食も旅の宿の大きな楽しみであってほしいと、料理長以下10人余りの板前が腕によりをかけて作る料理の数々、お作り、和え物、煮物、焼き物など旬のものを取り揃え、手間をかけた献立は13品、それに高のものと味噌汁、実に贅沢、一生に一度でいいから味わってみたいものです。各部屋で仕立ててくれる味噌汁、この朝の味噌汁のために各部屋に炉が切ってあるほど、すぐそばで作ってくださってるんですね、冷めることもなく煮詰まることもない香り立つ味噌汁、これ以上ない朝のごちそうです。元は東京白金で料亭を営んでいたご主人がこの地に館を移して22年、日本料理の粋と贅を尽くして客をもてなす宿の朝ごはん、それぞれの家にそれぞれの事情がある朝ごはん、東京東久留米の団地に暮らす石野さん一家にも人知れぬ司祭があるのです。午前6時半、お父さんが目覚ましをかけて3人の子供を起こします。あっくん、これ食べてきな、7歳になるアキラくん、4歳のタカシくん、そして12歳のヒカルくんの3人兄弟。おお、大丈夫。お兄ちゃんといつも寝てるんだ。タカちゃん、はいや。いやいや。起きたの？この3人の子供たちが突然不幸に襲われたのが一昨年の12月。交通事故でお母さんが亡くなってしまったのです。以来4人の男女帯の生活が始まりました。朝食パンが多いんですか？ほとんどパンです。パン、ええ、だから朝ごはんじゃなくて朝パンなんです。朝パン、ええ、毎朝決まって出るウインナーソーセージ、奥さんが亡くなってしばらくのうち、仕事をしながら子供を育てることの難しさが身にしみ、3人の子供を里子に出すことを石野さんは考えました。しかし長男の光くんが、僕が頑張るからやめてほしいと切々と訴え、石野さんの思いを変えさせたといいます。いいよ。なんだよ、また始まったの？食べたくないの？全部捨てちゃうよ。つまようじ、どうしてつまようじ？お箸出さない、お箸出さないと。あ、箸は普通ご飯の時出しますけど、今回これだけですから、朝忙しいから洗い物を減らすんです。前はフォークで食べてたんですけどね、だけどフォークだと洗い物しなきゃいけないから、
これ食べ終わったらそのまま捨てちゃうから。あ、なるたけそういうの洗い物少なくする。朝もう1分でも30秒でも。食べたくないの？食べたくない？食べたい？じゃあ食べない。食べ始めた。すごさった。お父さんより光くんの言うことをよく聞くたかしくん。台所の後片付けは光くんの日課です。今では光くんがお母さんの代わりに二人の弟の面倒を見るようになりました。たかし、ソーセージまだ食べるの？食べるの？午前8時、通勤の道すがら、お父さんはたかし君を保育園に預けに立ち寄ります。お母さんがいないせいでしょうか、まだおねしょをするたかし君のために昼寝用の布団のシーツをお父さんが用意します。これで石野さんは出勤。石野さんの勤め先は印刷会社。奥さんが亡くなってからというもの、子供の病気など会社を休むこともあるし、残業も減らさなければならなくなりました。夕方5時、光くんは保育園に隆くんを迎えに行きます。6時、お父さんが帰宅。今日はどんな晩御飯を作ってくれるのでしょう。家に帰ると石野さんは早速晩御飯の支度。週3日は家政婦さんが来てくれますが、その日以外は残業もできず定時で会社を出なければなりません。出たね、朝出なかったから。行ってらっしゃい。どこに？おトイレ、行っといで。そこ臭いかも。そんなんいこ。あ、まあ、これ濡れてんじゃん、俺たんちょ、お前来たんじゃな。ちょっと待って。俺も濡れてるじゃないか、バカ野郎。お前なんでそうやったら面白くしたんだ。お父さん大変だな。会社で仕事をするわ。パンツ持ってくるわ。ハマってきた。出た。さあ、やっと食事ですか。最近ね、やっとできる。前できなくて、最近できるようになったんだ。口に物入れない。尻が吹ける。昔はさ、こう食べてる時にそばでおむつ替えられるのも嫌だったんだけど、最近は食べながら。この灯る明かりの中にいるはずのお母さんがいなくなって1年半。光お兄ちゃんが一番困ってることは何？困ってることは、ね、たかしがね、ちょっとね、食べるのが遅いことと、寝しょんべんすること。それが一番困ってるか。うん。あとは、アキラはね、なんかね、うん、やっちゃ、なんかいけないことしちゃったりするとね、拗ねてね、なんかね、ごめんなさいって言わないの、なかなか言わない、言わないから、なんか怒られたりして、なんか余計ひどくなったりすることもあるから、どんどんこう、エスカレートしちゃう。そう、言わないから、言えばいいのに。それは普通のお母さんと同じような気持ちになってきてるな。光るお母さんになってきてるな。会社の方はどうだったんですか。例えば今年になってから人事異動がありましてね、そういうところではちょっと辛い思いをしましたけど。どういうふうに？以前は係長だったんですけど、まあ、あの、まあ、こういう家庭の事情では係長としての仕事が全うできないだろうということで、まあ
普通の社員になりなさいということで、反対に言うとまあありがたいことなのかもしれないんだけど、やっぱり辛いですよね。子供たちのことも考えて最高なんてこと考えてないですか？考えてますよ、それは。うん、お兄ちゃん土地でもいいってさっき言ってましたけどね。まあ、そうですか。うん、いやあいつにね言われたんですよ、うん、お父さんねある時にいつ頃だっけな、数ヶ月前に、半年ぐらい前だったかな、お父さんね、お父さんもう一回結婚してもいいよって、だけど一つだけ嫌なことがあるんだって言うんですよね。なんだよって言ったら、お母さんが死んで僕は一度悲しい思いしてる、でもお父さんが結婚するともう一回結婚するともう2回悲しい思いしなきゃいけないからそれが嫌なんだよ、でそれ以外はいいって言う。まただってお父さんが結婚したら先に死んじゃうでしょ、まあ、もう1回経験してて普通なら2回しかしないのに僕はまたもう2回しなきゃいけないからそれが嫌なんだよ言われてね。この子たちの行く末を妻と語り合ったあの日はもう戻らない。しかし石野さんは言います。父と母2人分の幸せを今かみしめることができると。古くから商家が軒を連ねる下町浅草、ここではどんな朝ごはんの光景が見られるのでしょう。あ、おはようございます。お父さん、朝早くからお邪魔しております。午前6時、台所から立ち上る美味しい匂いに誘われたかのように起きてきたご主人。靴の卸問屋を営む戸室さんは365日、一日として欠かすことなく家族そろって朝ごはんを食べることをまるで家訓のように守ってきました。あ、だいたいいつも6時ぐらいに起きてらっしゃって、朝ごはんが早いとね、夜遊びができない朝ゆっくり寝てればいいじゃないですか、夜遊びのために。夕焼けには行かないんですよ。行かないんですか、うん、朝飯が早いから今日は帰るなって帰ってくるみたいですから。それ珍しいですね初めて聞きましたけど。だって一人食べるのかわいそうでしょ。寂しいでしょ一人ご飯は。もうちっちゃい時からの習慣ですよね、みんな顔揃わなきゃ走りとらないっていう。夜遊びより朝ごはんが大事な下町の商家のお父さん。お父さんはでも6時に起きて、お嬢さんは学校行かれますけど、お店こんな早く開いちゃうんですか？うん、8時半だから。なんか散歩したりとかこれから。いいよ、これからもいっぱい寝るそこそこ食べて横になってね、ラジオかなんか聞きながら、あれが子守歌代わりになってね、いい気持ちでうつらうつらできるんですよ。朝ごはんが終わって7時近く、失礼を承知でそっと寝室を覗かせてもらいました。店を開けるまでしばしまどろむ極上の幸せ。これから学校に今お父さんも寝ちゃいました。いつものことでしょ。いつものことで、はい、ね、でもお父さんがね朝ごはんのために起きていらっしゃるでしょ。そういうお父さんどう思われます？ありがたいなと思います。父だなと思います。ずっとだもんね、小さい時から。そうですね、もうずっと小学校の頃から私たちに付き合って朝早く一応来てくれるんで、ありがたいなと思います。お二人にとってね一番おいしい朝ごはんっていうとどういうことになるんでしょうね。家族全員食べるご飯一緒かな。家族みんなで食べる朝ごはん。いつもの朝ごはんが一番おいしいです。うちで食べる幸せですね。いってらっしゃい、気をつけて。誰もが迎える今日の一日、誰もが家族と共に迎えたい朝ごはん。朝ごはんは幸せな一日の始まり。まあ確かにね、家族揃って食べる朝食はもう本当に幸せって、そりゃそうだよな。朝ごはんって目立たない存在ですけど、健康と同じで幸せ度が測れるんですね。そうだよね。だからまあみんなね、そりゃ家族揃って朝ごはん食べたいと思っても、
やっぱり食べられない事情ってそれぞれあるじゃない。ありますね。ねで特に東京なんてやっぱりあの通勤の問題もある、仕事の問題もある、うん、ねそれからもう自分の家庭事情もあるって、まあ、そういうもので食べたくても食べられない人たちが大変たくさんいると。でこれある種やっぱり東京の暮らしのねこの貧しさの象徴になっちゃうっていうところもあるんだよな。でもその中でも印象的なのありましたね、うん、石野さん家のひかるちゃん、ねお父さんの朝ごはんきっと忘れないだろうと思う。そうだけど僕はあのお父さんの気持ちになるとね、いや大変だなと、男女帯で子供の朝ごはん作るってね半端じゃないなと思いましたよ。そうですね、うん、お母さんの存在の大きさっていうのはね逆に浮かび上がるんだよね。わかりますね、うん、だから私たちマスコミがいかに、うん軽んじているか朝ごはんというものをマスコミ界の人間がそうです貧相だと思いますよそうだな私はね決心しました。あのねジョッキーの多部さんのような、うん、ああいうあったかいね朝ごはんをね、うん、食べたいなと。みんなで食べる朝ごはん、うん、僕などは逆にね、まあ、これから自分がどんどん年取ってた時にあの一人の朝ごはんを食べるおじいちゃんのように自分がなるのかなと思ったりもする。だから朝ごはんってたかが朝ごはんだけどされど朝ごはんされどされど人生の秘訣だな。今年の夏は短くて辛いことのみ多かりきなんてのんきなことを言ってられるか。俺を見たまえど根性。どんなに暑くても働かならん、それが世の常男の務め。それでも行きたい夢の国家族と一緒の夏休み、東京湾の潮風に乗って過ぎゆく夏を追いかけろ、京王線途中下車の旅。二人が見たものは何？乞うご期待。